すげえ、まさにサッカー場公園。あ、そうなの。うん、サッカー場これ上がってたとこです。あ、そうなの。はい、ここっす。へえ。あっち、ここでいつも。環境いいよね。球場もめっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗、綺麗。で、ここがクラブハウスだ。へえ。ここにもついて、で、ここで練習。え、これフルなの。これフル。狭く感じるけど。これだね、これだね、これだね。あ、これだ。これそう。これそう、ダムに書いてあります。相性。そこじゃないですか。富倉ダムだろうな、普通に呼べば、うん、でもここには見て、ここに熊ダムだって。あ、本当だ。何、何、どういう意味だこれ。なんだろうね。でもこっちには富倉ダムですよ。相性が富倉ダム。富倉ダム。ゾワゾワしない？ちょっと怖い。でも分かる。俺もそうなんだよ。ちょっとゾワゾワするよね。こっち怖い。なんでだろう。なんでこっちは怖いんだろう。ちょっと怖くないですか。青柳。ああ。ボコ。自分の中のなんかそのタイムスリップを設定したんですよ。ああ、その一人で勝手にそういうイメージがつきすぎて、うん、それに浸ってるんですよ、まだ。へぇ、もっと何もっといい話があった。いやね、ちょっと期待して聞いたけど、しょうもねえ話してるから。恥ずかしいわ。しょうもねえこと言ってんな。腹減ったな。何屋ですね。定食屋。定食屋、定食屋、なんていうんですかね。洋食。この辺だね。これだ。いいじゃん。なんか。あれ、いいじゃん。いいじゃん。ブレーメンじゃないね。ブルーメン。ブルーメンだね。僕が言ってたのはブレーメンです。ここはブルーメン。ほんまに？うん。違う店ですか？ドイツ、ドイツ、ドイツの。ああ。何の話？留学してたのはブレーメン。留学したんですか？留学してた。あの時はね、ソーセージ。ブレーメンという。ソーセージ職人目指して。あ、そっち。音楽隊でしょ。音楽隊、音楽の勉強。はい、何でもいいよ。いいよ。最初はグッドポン。はい、初めて、ほい。最初はグッドポン。はい、初めて、ほい。最初はグッドポン。はい、初めて、ほい。最初はグッドポン。もうミラーも上がった。どうした、どうした、どうした。もうずるい。どうした、今、何、今の何。今いや、ちょっとどうした、どうなってた俺。わかんない、もうわからんけど。わかんないんでしょ。わかんないじゃん、最初2回ミスってるんですよ。もうほんまやったら2回で1個、もう1発っすよ。知らない。最初はグッジェンクポン。あ、ちょっと、ほい。最初はグッジェンクポン。あ、ちょっと、ほい。はい、よ、行け。めっちゃ開ける。かっこいいお店じゃないじゃん。手だけ出して丸出して。わかんないよそれ。ブルーベね。何これ。え、かっこいい。え、地下なの。下なの。すごいね、雰囲気があるね、お店で。ジャズバーっぽかったっす。マジ下なのね。てっきり上かと思ってた。お邪魔します。突然すいません。めっちゃ雰囲気あるね。あ、おすすめって何ですか。カレーが美味しいですね。美味しいよね。俺は決まった。ハンバーグ。ハンバーグも美味しい。俺ハンバーグカレーにしよう。もう取ったらダメですよ。両方美味しいとこ取り。うるせえ。お邪魔だからね、今日は。うわ、お前ハンバーグカレーか。それで俺がハンバーグ食べたらちょっとかぶるから。カニ雑炊。
はい、ラーメンと、まあちょっと惹かれるねこのメニューね。ねえ、何食べるの？僕ハンバーグカレーください。裏にもあるじゃん。ありますよ。裏も見てある。和風ハンバーグ定食。お母さんすいません、ラーメンとハンバーグカレーセットって量一緒ですか？ちょっと量が少なめ。あ、ちょっと、じゃあ、セットで。セットにします。ラーメンとハンバーグカレー。はい。すごいね。まずこのカレーの匂いがすごい。うん。ね。うん。和風ハンバーグです。おー、やばい。カメラでね、タキちゃんカメラで。おじさんが今電話しに行ったんで。和風です。和風ハンバーグでしょ。うわ、すげえ。うまそう。2つ目のが何でしたっけ？ハンバーグカレー。ハンバーグカレー。うまっ。うまくない？しっかりしてた。ラーメンです。ありがとうございます。うわ。はい、完璧。はい、ビジュアルがラーメン一口ください。どうぞ。カレー食っちゃったけど、あ、うまい。やばい、マジうめ。正解。昔ながらっぽい感じ。うん、昔ながらみたいな感じかな。こまないやつで一人で食べちゃった。全然、びっくりした。通ったね。いいね。びっくりした。二人して、おーみたいな言うから。上がるんだ。この先みたいな感じだったね。なんかね、先っぽかったね。すっごいいい雰囲気だな。川あるね。川ある。なんか今あのベンチもあったし、なんかいい雰囲気。作ったよな、こんなとこに。すごい、あ、人いる。前あるじゃん。すげえ、何？え、これ山頂っすか？山頂、これでしょ。ここだよ、ここ。オートバイ神社って書いてある。オートバイ神社。どういうこと？綺麗。お邪魔します。ここで持ちや。これはオートバイ神社ってこと？オートバイ神社ね。よいしょ。こんにちは。また猫いる。よいしょ。あ、これがそうだ。あ、本当だ。やっぱ人懐っこい猫ちゃんたちがいるって言ってたよ。にゃお。にゃお。あれ。猫ちゃんが人懐っこい。なんか猫ちゃんブヨブヨしてるな。いいもの食べてるんだね。
全然逃げないね。ね、人懐っこいって言ってた。はい、寒いね。日向ぼっこしてんだな、お前らは。はい。ここで。あ、逃げちゃったよ。ブーちゃん逃げた。こっから行くんじゃないの？あ、違う。ほら。じゃあ。お。すごい雰囲気。ね。うん、私たち。結構したいけどな。削られた、ね。静かにしてもらっていい？本当に。削られた。あ。わ、渋いな。初めて来た。すごいんだよな、俺の携帯。元気だな。やばいな。うなかんの。やばい。形がなんかさ、すごいよね。なんでこうなんだろうね。なんだろうね、これ。恨みつらみが分かったりしますよ。なんで人の恨みつらみが。人の恨みつらみがこんな形になってる。ダメだろ、お前はダメだ。なんだろうね、本当に。なんでこんなに、ね、どういう意味があるの。ね、うん、アミネシア。見た見た見た。中国っぽいじゃないですか。でも日本じゃないですか。本当だ。なんかジャンルがよくわからない。こうでもさ、なんだろう。石の上とかさ。あれね。あれって絶対古いでしょ。溶けてるやん。これや。最後の一体。なんか結局は平和をね、平和で終わろうっていうことです。確かにね、いろんな辛いことがあってもね。聞いてます？聞いてる。どうしたの？辛いことあったの？そのこの道のりはそう言われたんですよ。終わりだね。じゃあ戻れと。で三カップ分使いだったから。こう。早くしないでもう沸くよ。時間ないよ。こうか。こうか。こう。振り回してもらう。これ。あ、違う違う、そのままにいいんだよ。そのまま。回せばいいよ。うん。もうこんなのやったことない。わあ、いい感じになってるわ。いいね。いいね。なんかやってるっぽい。キャンピングカーっぽいじゃん、なんかね、うん。これコーヒーは引くのがいいよね。あ、これやっぱりさ、キャンピングカーといえばじゃないと。こういう初めてなんかキャンピングカーで行くって俺らなんか歌ってるけどさ、うん、あんまキャンピングカー行かしたことなかったんだよ。マジで。な、申し訳ない。本当だよ。謝って。高橋さん、すいませんでした。もういいのかな。もうあいだよ、しかも。もういける？これ。いい？全然まだ。え？ビックスぐらいまだ。豆のまんま。ガンガン引かないと。そういうこと？もっとガンガン出るなってこと？ちょっと行ってみんじゃん、お前。何にも分かってないな、俺だ。すげえ、なんか俺知ってますみたいな目してきてる。でも結構かかるね。いや、弾いてる感じのなんか感覚がそこまでない。
そうだろ、うん、もうなんかいいんじゃねえかみたいな感じない？いや、よくはないんですけど。バカ野郎、まだ豆のなんか豆のみたいな、めっちゃダサい。なんか今なんか豆を語ってたようだけど、ダサいとかないんですよ。これはやっぱ豆と俺との会話なんで。豆と俺との会話、今豆はなんて、じゃあまだだよーってシミしょうもねえな。いいね、今度結構重労働だね。そんなあれないの、大変なんだね。あれはやっぱ増えてるっすよ。増えてる、うん、嘘。やっぱ豆はこうやって引いた方が美味しいんだ。香りがいいんでしょう。そういうことか、うん。あ、増えてる増えてる、うん、増えてる。あ、でだんだんカスみたいになってる。なるほど、減ってるもん、うん、そういうことだな。こういうもんなら、もう締めよ、締め、お前ので締めで。ゆっくりの方がなんか引いてる感じがある。ああ、おい、あれ、おい、早押せ、早押せ。なんか入れる。なんて、豆なんて。ゆっくりの方が美味しいよ。早押せ、いいから。しょうもねえこと言うから。どう。しんどい。あ、でももう豆切れた。あ、本当だ。じゃあ入れようよ、ここに一回。こぼすなよ。バーンとか言ってなんか結構ありがちじゃん。こぼれちゃったみたいな。日が当たってるそれ。こぼれてるぞ、お前そっち。ほら。どう？これじゃ少ない？少なくないですか？どうなんですか？あー、え、2人分ぐらいじゃない？じゃあもうちょいですか？うん。じゃあもうちょい行こう。さあ、さあ。これだからあれじゃない？分けといたらいいんじゃないの？こんなもんかい？いや、多い。どうなんだろう。こぼした。今の下りあれで拾ってほしいわ。もうあれ拾ってるから、拾ってます。もういいんすよ、俺の車じゃねえから。お、もうない。前澄さん、なんか後輩が下打ちするしますパイセンに。そういうのは後輩気づいたらしれっとティッシュで掃除するのが普通なんですけど、なんかトイレって下打ちしてくるんです。なんか時代も変わりましたね、なんか本当に。湯入れます。蒸らすんでしょ、一回全部。レモンがちょっといいな。ああ、なるほど。ああ、よく見るね、こうやって落ちるのを待つやつね。ああ、めっちゃいい香り。いいね、いいね。いいよ、入れていいよ。めっちゃかっこつけてますよ。かっこなんてつけないです。俺コーヒー知ってますみたいな、ね。まあでもそうだよな。豆と喋れる男だもんな。初コーヒー。うわー、いい香り。ああ。うまい。いいじゃん。うまい。いいじゃん、いいじゃん。うまいじゃん。うまい、ね、うん、美味しいね、美味しい。ああ、いい。で、あ、俺の大好物きたプリン。何プリン？キャラメルプリンか。筑北村でね、筑北村の手に入れた。うわー、もう絶対うまいやつ。もう見て、この上がこうちょっとね
ちょっと焦げてるやつ、ね、そう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 、うわうわ写真撮ってない、うわ自分撮ってない、なんだけ言っといて、うまっいただきます。甘すぎない、うまい。あ、結構しっかりしてるな、no。 うん、甘すぎないでしょ、なんか甘まだ食べてないっけよ、なんだよ、まだ食べて甘すぎないでしょって言われてもまだ食べてないけどな、うまっ、甘すぎないだろマジでマジでほらだろ、程よいよな、うん、これぐらい生さ結構ベストじゃない、しかもすごいなんかプリンの、うん、卵感うまい、これうまいわ、それでいて量がしっかりしてる、うん、やばい、止まんね、いいね、うまということで、これですよ、これ大事な忘れ物本来だったらなあそこ最後のとこで、ね、コーヒー飲んで飲みながら、ね、じゃあ次の目的地をっつってジャガジャガジャガってやる、ね、待って待って待って毎度毎度入ってますからね、はい、これ抜いてますよね、行ったとこはね、ちょっとよく混ぜねえかな、行きますよ、そろそろなんすか、そろそろいいんだよ、長野市とか、あ近くでじゃん、いいっすか、続いての場所はじゃん、三代田町、カリザの横ですね、どこですか、あ、三代田町、ここです、行ったことあります、え、三代田町って俺ないかもしれない、うん、ということで目的地は三代田町と決まりました、次回は三代田町ということで、今回は筑北村第7回目が三代田町ということで、はい、そちらも皆さんお楽しみに、ということで今回筑北村ありがとうございました、ありがとうございました、さようなら。